こんにちは。最近雑誌とかお店でよく見かけるのはこういうちっちゃいカバンなんだけど、デコボコになってて、こういうネイルやってみたいなと思って、インターネットですやり方探したら見つかったので、みんなとシェアします。で、ネイルがこんな感じにしました。じゃあまずはネイルケアから始めましょう。必要なものはキューティクルオイルと、キューティクルオイルは爪の周りが乾燥しないように使います。で、こういう、なんて言うんだろう、これキューティクルプッシャー押すやつと、ジェル、キューティクルリムーバーみたいな感じのジェルとネイルファイルです。で、最初はこういうジェルで爪の周りにのせてから何分か待ちます。その後に軽くキューティクルを押すんだけど、優しくね。そしたらあんまり強くやっちゃうと怪我したりするので良くないので気をつけてくださいね。で、もしキューティクルリムーバーのジェルとかオイル持ってなかったら、手を水につけたりとかしてから押せば大丈夫です。とりあえずキューティクルが柔らかくなった時に押します。で、その後にファイルするんだけど、ファイルするときは1個の方向に向かってファイルをします。じゃないと結構二枚爪とか爪が割れる原因になるので、必ず1個の方向にファイルをします。で、そのままマニキュアつけない人はこのまま終わって、で、キューティクルオイルをつけるんだけど、私これからマニキュアやるので、これは一番最後につけます。で、好きなベースカラーを使うんだけど、私この時使ったのが NYC のファッションサファリっていう色です。その後に中指、真ん中の指にトップコートをつけて、ちょっとだけ置いとくんだけど2、3分で、その間に違う指のデザインとかします。まあ、とりあえず中指にトップコートをつけてね。で、好きな粗めの色をとって好きなデザインをするんだけど、私はまあこんな感じにやりました。で、その後に真ん中の指、さっきトップコートをつけた指なんだけど、こういうデンタルフロスっていうのがあって、歯のきれいにするやつで、こうやって押すんだけど、ちょっと半乾きだけどちゃんと乾いてない状態の時にこうやって押すと形になるんだけど、もしこういうデンタルフロス持ってないかったら、紙でもできるのでやってみてね。で、結構柔らかくて難しいかもしれないんだけど、シワになったりとか。でも、そういうの気にしないで、後で上にトップコートのせるから、そういうシワみたいなやつも気にしないで、諦めないでやってみてね。で、それをやり終わったら、同じラメのマニキュアでバッテンになってるところにちょっとだけラメをつけます。それ終わったらトップコートを全部の爪につけて完成です。爪の長い人でも短い人でもできるので、やってみてね。バイバイ。